パルメラは、ポルトガルセトゥーバル県の自治体。ワインの生産が盛んであり、9月第1週の週末にワイン祭りが開かれる。考古学的知見からは、新石器時代からこの辺りに人が住んでおり、その後、古代ローマの勢力圏に組み込まれた。西ローマ帝国が崩壊し、支配者が西ゴート族からイスラム帝国に移った後の8世紀から9世紀頃、 イスラム教徒のムーア人がアラビガ海を望む丘の上に砦を築いた。12世紀にアフォンソ一世へ率いるポルトガル軍がこのムーア人の砦を奪い大規模な拡張を行うとともにこの地はポルトガルの領地となった。旧市街の丘の頂上にあるパルメラ城が最大の見どころであり、木内の修道院跡の建物がポサーダと呼ばれるホテルになっている。また、 木内のサンティアゴ教会跡の建物が、教会の教育施設や観光案内所に、城のキープや隣接する建物がこの地域で発掘された遺物を展示する博物館に近世になって、軍の通信施設として使われた建物は、通信歴史博物館として公開されている。現在見られる五角形の城壁は主に14世紀から15世紀頃にかけて作られたものである。 城から旧市街に降りていくと、まず最初に目に入るのが、視聴者と聖ペトル協会である。この協会の起源については、よくわかっていないが、1320年の文献に初めて記述され、現在の建物は16世紀後半に、国王セバスティアン一世の建築家、アントーニオロドリーグにより建てられたものである。協会内部は、 セペテロの生涯を描いたアズレージョで装飾されている。視聴者は18世紀に裁判所として建てられた建物である。公爵広場には1645年に作られ1907年に復元されたサラシダインも残っている。パルメラ旧市街の北西端に TST 社のバス停があり、リズボンのオリエンテ駅、バスターミナル及びセトゥーバルのバスターミナルから 直通バスがそれぞれ1から2時間に1本運行されている。新市街にあるリスボン近郊鉄道パルメラ駅からは西へ 3.3km 程度の距離だが旧市街の丘をふもとから登る必要がある。ありがとうございます。